ドミトリー・マヌイリスキー、ドミトリー・ザハロビッチ・マヌイリスキーは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家、コミンテルンの活動家、コミンテルン執行委員会初期、ウクライナ外務総統を務める、ボルイン県クレメネツ軍渋谷鉄村に生まれる、合初期の息子、1903年、ペテルブルク大学に入学、同年、ロシア社会民主労働党に入党し、 1905年から、当ペテルブルク委員会の先導員となった。1906年、スベアボルクとクローンシュタットの兵士の武装放棄を組織したことにより逮捕され、薬うつく追放5年を宣告されたが、ボログダ中継刑務所から脱獄した。脱獄後、キエフに逃れ、当キエフ委員会の軍事組織で働いた。1907年秋、フランスに移住し、 ソルボンヌ大学に入学。フランス滞在中、召喚主義者となり、全身グループに入った。帰国後、1912年から1913年の間、サンクトペテルブルクとモスクワで非合法活動に従事し、再び、フランスに逃れた。1917年5月、ロシアに帰国し、同年6月、畜連合派として、ボリシェビキに入党する。10月革命時、 ペトログラード軍事革命委員会委員となり、ケレンスキー・クラスノフ軍との戦闘時、同年12月から食糧人民委員部参事解散時、1918年2月から副人民委員となり、食糧部隊を組織した。1918年、全ウクライナ革命委員会委員として、ウクライナに派遣され、1919年からウクライナ農業人民委員となる。 1919年初め、赤十字施設団長として、フランスに派遣される。1920年7月から8月、コミンテルン第2回大会に参加。1921年12月、ウクライナ共産党中央委員会第1初期に選出。1920年から1923年、1929年から1952年、 ウクライナ共産党中央委員会政治局委員。1922年から党中央委員会委員候補。1923年から1952年中央委員。1922年からコミンテルンで働き、1924年7月にコミンテルン執行委員会幹部会議員となる。1928年から1943年執行委員会初期となり、 コミンテルンにおいて、全連邦共産党を代表した。ニコライブ・ハーリンとアレクセル・イコフ問題の審議の際、彼らの助席、裁判所への引き渡し、重殺に賛成した。独ソ戦勃発後、1942年から1944年、老農赤軍政治総局で働く。1944年7月から、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国人民委員会議。 副議長県外無人民委員となり、サンフランシスコ講和会議とパリ講和会議で、ウクライナ代表団を率いた。国連総会の最初の4回の会議に参加。第12第18大会において、当中央委員会委員、中央執行委員会委員。第2第3期ソ連最高会議大議員。ヨシフ・スターリンの死後、1953年に病気を、患い、年金生活に入る。 ウクライナソビエト社会主義、共和国科学アカデミー会員、レーニン勲章3個、赤星勲章を受章。ありがとうございます。